はい、おはようございます。おはようございます。赤松君、また、高知競輪で赤松君の馬力のところを見せてもらわないといけないけど、どうぞね、調子は あまり良くないですね。あまり良くない、はい、けど、赤松君のあまり良くないのはちょっとあまり用心に言うけど、高知ではあるよね。頑張ってやる気。そうですね、まあ 100% のところを 120% ぐらい出してるんで、うん、馬力があるんでね、はい、で、明日はね、8レースということやけど、はい、その中に今、ちょっと売り出し中の小川慎太郎君という人がおると、はい、いうことで、この小川慎太郎君にマークすることは間違いないよね。間違いないです、ね。はい、だから、この人が先行するなり、まくるなりというのがまず考えられる、はい、そうしたときに赤松君はどっちをやってもらいたい。もちろん先行でゆっくり徐々にかけてもらいたいです。ということは、まくりになったら危ないということも頭の中にある。もちろんあります。ある、はい、そんな今の調子だったらあります。言うてもらう困る。まあ、それはね、選手をやるということになって、今レースを出る限りはね、やっぱりそういう若い人が出てきたら、そういう不安は余儀には仕方ないよね、はい、みんながそうだよね、はい、やれば予想前にそうでもなかったよというところがあるはずやけど、はい、で、コーチということが、ここが赤松君の強みがあるとき、ここがコーチということ、地元ということがうんと出る赤松君の駅をね、信用支柱券の信用支柱機ダマスの、もちろん地元なんで、うん、もう何が何でもついていきます、うん、で、今のところ調子としてはそんなに自分が良い方でない。良くないです、うん、けどこのコーチでね、まあ、赤松君なんかはこれから SQ に回っていかないかとかいうようなことやけどね、それを考えたら、高知でここでね、はい、また調子を取り戻して、はい、自信を取り戻して、はい、これから先もね、もっともっと頑張ってほしいよね。そうですね。まあ、はい、あんたも頑張りたいよね。もちろんです。ね、はい、うん、今回の目標としたら、どこまで行こう？まあ、でも5月で体調崩して、復帰したんですけど、それから全然優勝に乗ってないんで、うん、まあ、まずは優勝に乗りたいです。だからね、それを目標にしてもらおうて、一生懸命3日間頑張って。もちろん頑張りますね、はい、だから優勝宣言乗ったらまたインタビューに行く気、はい、よろしい、はい、会いたいですね、うん、おんちゃんの顔をたまらく見ないかんで、はい、最終日にね、はいはい、そういうことで頑張ってください。はい、はい、どうもありがとう。ありがとうございました。